はい、ブエナ、ティアムンチャンネルです。はい、今日は銀座に来ています。ティアムンチャンネル、ついに、爆買い企画やりたいと思います。はい、嫌いなんだけど100万円使い切ります。っていうのは嘘です。100万円まだ溜まってないの。まあまあ再生されてきたけど、カメラマンの懐に入ってる僕撮ってないですからね、1円も。カメラマンの編集代に全て当てちゃってるんで、まだ全然行ってない100万円も。行ってない行ってない。ということで、今日はなんと小倉翔平さん、元 J リーガーのマムシの男で、ミトロガッツーゾって言われてた小倉選手の銀座のリルームっていうサロンを、リラックゼーションサロン、体育系のリラックゼーション系の、なんでそこにちょっとお伺いして、そこのね、体験をさせてもらったり、対談とかも最後ちょっと聞けたらと思うんで、習得のね、大先輩だから緊張するよね。怖い怖いじゃん。この前の3年の時に会って、ぜひちょっと撮らせてくださいってことで、こちらですね、東銀座のもう目の前で、目の前でやばくない？早速行ってみましょう。潜入していきたいと思います。場所がいいな。いや、良すぎでしょ。だって駅の目の前だよ。緊張するな。あ、どうもなんだよお邪魔します。茶菓子に来るな。あ、行くね。小倉選手です。どうもどうも。習得の大先輩、水戸のまむしです。遅えよすいません、遅れました。ちゃんとやってるやろ。いや、ないですね。ちょ、低すぎやな。大丈夫です。はい、ありがとうございます。銀座リルームにちょっとお邪魔させてもらえるということで、ありがとうございます。怖いっす習得怖くないの。かぶってないから怖くないの。すまんやつだ、またね。あ、うちのチャンネル初っすからね、ジェリーが。サッカー選手初っす。あ、よろしくお願いします。これはだから嬉しいっすね。激レアな、激動みたいですね、これこれ本当にやりたくて、俺のストレスとか見たいもん。ストレスしかないじゃん。でも結構面白い。そうですよね、うん、体のストレスと精神的なストレス、はいはい、であとストレス対処能力、あとまあ血管。さあ、ゆうきくんの。いや、俺ね、血管とか超悪そうだけど、まあ、右手でも左手でも、うん、はい、どっちでも人差し指を、うん、ちょっとじゃあ1分ほど、うん、まあ、リラックスした状態で喋っちゃダメだからね。リラックスして。まあ今体のストレスめっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいいんだけど、精神的ストレスはまあ高め。やっぱり。意外にみんな意外にね、こう見えて気使ってんだよな。意外にね、周りにねちゃんと配慮してんだよ。ストレス数がこの2つの合計っていう感じで、ちょうど、まあ、真ん中よりちょっといいのか。自律神経がどっちが優位になってるのか、これが今交感神経、多分フットサルの試合中とかも交感神経優位になってると思うんだけど、はいはいはい、まあ、今交感神経が優位になっていて、副交感神経がリラックスした状態、まあ、寝てる時とか落ち着いてる時、副交感神経行った方がいいってわけじゃなくて、自律神経の場合だけはこの真ん中、健康がやっぱバランスが取れてて一番落ち着いてる状態かな。やっぱ世の中バランスな。どれぐらいストレスとうまく付き合えてる。はいはい、で僕に98だよ、ほぼマックス。これがやっぱ高いな、アスリート。一般の人だと10とか20とかの、そんなすか、こっちの数値がやっぱりガッて上がったりとか、アスリート感出したね。運動選手と同じように心肺機能が多分優れていて、まあ、ストレス対応能力が高いです。冷え性ではない。冷え性です。あ、冷え性だ。冷え性の人がこういう出方ですね。へえ、血管硬くなる。これアルトズル送る？あ、いいっすか。携帯割る？いやいや、無理ですよ。習得お前携帯持ってたら大丈夫ですよ。あれ？俺でも逆パカだよ、あ、じゃあ出すのがダメでしたよ。携帯に送れる、携帯に送れてっていう、エアドロップで。これ見て、この小倉さん何倍だいぶ古いからこれ五輪っすか。五輪、これはあれ、オリンピックの予選かな。はいはいはい。出場が決まってて強化試合、ね、あ、はいはい、でその時に初めて呼ばれて2日の時か。これ着用してるんですか。あ、そう、これしてる。着用したらもらえるんですか。あ、そう、もらえる。ちょっと汚れちゃってるけど、その時にあれや、岡崎慎二とか長友とかも初めて呼ばれて、はいはい、でそこからまあ上に行ったけど、俺はそのまま、はい、斜めに見てるんですよ。斜めなんすか。緩やかに。そっからすごかったじゃないですか、マリノスで。ガンバもある。そして
松田直樹選手。それはね、最近、今年か、松さんの10周年で、はい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 、クラブが作ったやつを、はいはい、またまたまちょっといただけることがあって、あと一緒にやった選手もちょっと応募くれたりとか、すごい、そう、こうや、こういうのいいね、いいね、井出口選手、井出口選手、森岡薫選手、薫さんと仲いいんだよ。おー、ね、ジスかなんかで、そうですよね、うん、一緒にトレーニングしてたりさ、似てるよね、なんか。で、こっちがちょっとパワーナップっていう、はい、お昼寝なのよ。お昼寝生てんなここは黒いのかかってるのがフェニックスっていうリカバリーウェア、かけるだけで筋肉がほぐれるっていう。これやばいっすか、まあ、俺もちょっと怪しい宗教みたいな。これはやばいっすよ。これはね、本当にすごい。手を上げてもらって、この状態で手を後ろの方に、はい、硬っ、これ全開っすね。マジで、はい、硬っ。僕はこれ全開なんです。手を下ろして、ちょ、この今張ってた感じとかなんか覚えといて、はい、かけるじゃん、はい、でまた同じように手開いて、で、いくよ。ええ嘘。えでもさっきより小倉さん何やったんすか今。いや俺何もしてない。やばくない今。やばいやばい、さっきこの辺しか弱かった。今筋肉がほぐれて可動域が広がって、怖っ。まあ元々パジャマなんだけど、寝てる間に筋肉をほぐして疲労を取りましょうっていう。こんなパジャマあったらやばいっすね。リカバリーウェアっていうのをパワーナップでも酸素カプセルでも使ってもらう。やばいリラックスじゃん。俺が現役時代使ってた空気圧で足をマッサージするやつ、はいはい、ちょっとこれあれっすか、なんか長谷部選手が買ったって自分で。また違うのかな、うん、これからミストを浴びてもらうんだけど、この青いのが高濃度酸素、乳酸分解して疲労を取る、はい、これがフィトンチッド、樹木から取って習得じゃ分からんやろ、はい、ちょっと俺も必死に覚えた。侵入力してるみたいな、はいはいはい、リラックスと殺菌効果、ピンクがシリカ、体の中から綺麗になろうみたいな。この3つをちょっとブレンドして寝てる間にミストで浴びてもらう。大丈夫ですか、びちょびちょになりません、これ。なるか、クレーム入る。ありがとうございます。これがパワーナップ専用の音楽ソフトウェアで、那須さんの見ましたよ、アメリカから、うん、あ、そうそうそう、取り入れた全米オープンテニスの協会が選手たちのためにリカバリールームって、はい、あーなんか、はい、あるみたいです。そこで使われてる音楽なの。じゃあ日本初ってことですか。あ、どう、多分日本入ってるとこないと思う。いや、このアイマスクすることによって目からの情報が入ってこないから、情報入ってこないと結構脳は整理されてスッキリするから。ああ、はいはい、もう絶対寝なきゃいけないってわけじゃなくて、はいはい、こういう状況を作れば十分寝やすくなってるから、あ、もう寝た、早いわ。すいません、では行ってきます。あとはもう進めてもらっていいですか。いやー最高っすね。やばいわこれ、流行りますね。流行ってほしいよ。足めちゃくちゃ気持ちいいっす。足、いや、これ女性も結構喜んでくれる。そうっすね。酸素カプセルの中でやるといいんだよ。あ、そうなんですか。気圧の、これも気圧の関係で肌の浸透力がすごい良くなるらしくて、じゃあいいっすか、やってもフル装備、化粧落としもあるし、これだな。パックつけるじゃん。いいっすか、うん、やっぱダイヤモンドじゃないですか。いいね、初パック。うまくつけられるのか。小倉さんつけられるんですかこれ。俺も最初めっちゃ手こずった。あ、いいじゃん。うまいじゃん。うまいとかあるんですかこれ。うまいよ多分。登録者数稼ぐにはこういうところもしっかりメンテナンスしなきゃ。ただでさえ顔悪いんだから。やめなさいですか。頭気ぃつける、はい、やった。だから気をつけろっつったじゃん。おぉ、もう今日終わりか。いやー寝たね。おごってもらいました。当たられたわ。スタバは出ません普段は。出るわけねえやろ。
もう回してる？質問がね、ないんじゃねえよ。びっくりするわ。ちゃんと質問をね、貯めてきたんですよ。かわいいな、でも真面目やな。めっちゃあるし。聞きたいことがちょっとありすぎて、本当ありがとうございます。体験させていただいて。いやいや、こちらこそ。まあ、あの習得の僕の場合なんで、もともとのつながりね。まず僕のこと知らないですよね。知らなかった。そうですよね、うん、インスタで僕があのフォローして見つけて、うん、それで習得の後輩ですって言って、うん、そこからっすよね、知ったの。そう、そこから YouTube やってるのも知ってたし、はい、先日のサンサン、はいはいはい、で実際会って、はい、俺最初全然気づかなかったら、他の一緒に呼ばれたゲスト、はい、ああ YouTuber いる、YouTuber いるって言ってあ、本当にそんな感じだった。そうそうそう、え、誰誰って思ってこう見て、あの金髪の金髪のっつって、あれあれ、俺もしかしたら知り合いかもしれないっすって有名だよ、気をつけ。怖いっすね。ただでさえ目立つんだから。もうちょい身を引き締めてやります。その時からやっぱ走ってたんですか？走ってたね。え、343ですか？あ、343、343、343どこやってたんですか？の、あの真ん中のひし形の4ですか？4番4、あ、よ、そう、4番手番号です。よく覚えてる。真面目やね。いや、真面目ってか、もう忘れられない思い出か。そうなんですよ。で、キャプテンでしたもんね。あ、そう、キャプテン。だからもうあれっすよ、もう俺らからしたらめちゃくちゃレジェンドっすよ。そんなことねえ。人はもうあの人ぐらいしかいねえぞみたいなね。活躍してるぜ、全然。か、もう北沢さん。北沢さんあったやろ。基本みんな上手いから。そうっすよね。で、上手い選手っていうのはやっぱ潰れていくから、引退早いから。え、やっぱそれ、あ、そこちょっと聞きたいの。先にそこ聞いてよ。いいよいいよ。残りづらいと思う。とさるとそこがちょっと違うのは、サッカーって一人がボール持つ時間って90分のうちめちゃ短いから、はいはいはい、でも結局ボール持たなきゃ何かできないっていう選手なかなかきつくて、はいはいはい、それ以外の時間にどれぐらいなんかいろんなことできるか、運動量なのか、はいはい、球際戦えるのかとか、はい、マリノス行った時とかにすげえユースから上がってくる選手がめちゃうまい。はい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 、いますよね。バカヘディング強いとか、あ、はいはいはい、バカ走るとか、めちゃ速いとか、あ、なんかその突出した武器があった方がいいってことか。そう、武器がなきゃ残りづらい。はいはいはい。でその武器があの足元のうまさとかっていうのは難しいかもしれない。へえ。そのドリブルうまかったらもうさらにドリブルうまくないと無理っていうか。あ、もうじゃあ絶対1人2人抜ける。ああ、そうっすよね。どんな状態でも。僕しかも細くて弱かったんで、うん、もう持った瞬間潰されてた。だからもう技術発揮する以前の問題みたいな。フィジカル的なのを持ってる子の方が、うん、プロのその判断のスピードとか、はいはい、慣れてくるから。あ、そうですね。それはあるなってすげえ思った。はいはい。だから俺すげえ下手くそだけど、はい、誰よりも、まあ、ボール取る力っていうのはあったから。はいはい。高校の時からあったんですか？チラスじゃないけど、はいはい、ボール触ってで、まあ守備は好きだったから、はいはい、どこにボールが出てくるかなとか相手どう来るかなっていうのを考えて自分の思い通りになった方が好きだったから。水戸に入って、まあ、マムシとかって呼ばれるじゃないですか。自分でなんかそういうプレイヤーだって自覚はあったんですか？ないよ。伊藤の1年目でフロンターレのジュニーニョっていう選手に、ね、ね、はい、いきなりマンマークつけって言われて、今日の試合は10対10だっつって、小倉とジュニーニョは別個いないもんだと思えっつって、守備の時はもう小倉はずっとジュニーニョですごくない？自分たちの超貴重な話。攻める時あるじゃん。はいはい。その時お前は攻撃行かなくていいっつって、よく外人残ってるじゃん。はいはいはい、はい、攻めてる間もずっとお前後ろいろっつって、あ、ボールもらわなくていい。そういうことっすね。高卒1年目だから言われたことやんなきゃいけないし、はいはいはい、必死水飲みに行こうが何に行こうが全部ついていって。あ、そうなんですね。多分それを見たサポーターとかが、はい、あいつマムシだみたいな感じでつけてもらって、はい、高卒から出てたんですか？高卒1年目の9月ぐらい。すごいっすね。高卒で出るってなかなかですよね。当時の水戸が J リーガーの墓場って言われてたんですよ。マジっすか？だって J リーグ行けない人が最終的に水戸に来るみたいな感じで、マンマークの機会で自分の武器が明確になって、積み重ねて気づいたって感じなんですか？もともと守備が好きだったっていうのもあったし、はいはい、でもまあいろんな人たちと一緒に今プレイして、うん、本当に下手くそだなってずっと言われて、守備はすげえよって
はい、あ、言われる感覚とかが、なんだ、感覚があるんですね、自分の中のその取れる感覚みたいな、これが俺の持ち味だ、これが多分求められてるもの、はいはいはい、だから最低限それはやんなきゃいけないっていう感じで、あ、それに気づけたの結構でかいっす。やっぱ下手くそだったから、はい、うまくやろうとかやってたんだけど、その日の入りのボールタッチでもう、あ、今日足つかないなとかっていう日もやっぱあって、あ、ありますね、はい、でもその時でも結局自分の武器が分かってるから、はいはい、最低限これをやろうっていうのはすごい役割になってたから、はいはいはい、なんかそこは混乱せずどんな試合でもできたかなとは、はいはいはい、なんでそのプロになれたかちょっと聞きたいんですけど、その選手権も出てないじゃないですか。来ねえよあ、行きたいですって言ってってことですか。そう、ずっと行きたいですとは言ってて、インターハイ選手権も3年間一度も出れてない、はい、向笠先生が、はい、たまたま知り合いが前田秀樹さんあ、はいはい、どうしてもなんかプロになりたいやつがいるからちょっと練習参加させてやってくれって言われて、はい、で参加したの。当時まあね、Jリーガーの墓場って言われてるところだからまあどうしても来たいんだったらいいよ、面倒見るよみたいな。選手権も何も出てない高校から2人も同時にプロ行けないでしょ。そうっすよね、これぐらいなきゃで、そこからマリノスのオファーもらってってことですか。そのマリノスのオファーもこのオリンピック消化試合にたまたま呼ばれて、はいはいはい、目に留まって、あ、そっからなんすね。で、那須さんが移籍するっていう、あ、見ました見ましたマリノス、そんな奇跡なことがあったら那須さんが出なきゃマリノスは取れないって、はいはいはい、出たら取るかもしれない、で、那須さんが出てってくれて、はいはい、じゃあ行けてっていう、その結局タイミングだし、はい、タイミングとか運とかすごい大事なんだなって。で、マリノスの最後満了になった時も ACL で人数を増やしてて、次の年 ACL 出れないってマリノスがなって、はい、契約切れる選手がいないっつって、でそのタイミングは俺だったの、はい、切れたの、まあ、新しい監督の意向なんですが、はい、監督は関係ない、強化部として、まあ、人数多いから選手減らさなきゃいけないっていうのに首切られたんだけど、はい、その新しい監督が次の年来た時に、小倉はどこにいるんだっつって、去年の試合を見てて、まあ、小倉良かったから、人数をベースにチーム作っていく、へぇー、新しい監督来た時って、小倉はいつまでオフ、オフなんだみたいな、はいはい、いや、小倉首にしました俺は聞いてねえみたいな、はいはいはいで、そこら辺からちょっと歯車が狂い始めて、逆に今まですごい今恵まれてきてたけど、もし契約ちょもう一年残ってたら多分全然違ったし、はいはい、そのタイミングで切れちゃうとか、はいはいはい、監督使いたかったのに見なかったとか、で、まあガンバ移籍して、あ、そうなんすね。で、ガンバ行った時もガンバは前年三冠してる時だった。即戦力で取ったのが俺と赤嶺慎吾さんという人で、あ、はいはいはい、俺ら試合出てで、あんまり内容が良くなかったり負けてると俺らじゃないのに俺らが変えられる。ああ、だからその前年の結局三冠取ってるメンバーに関心が高いから、はいはいはい、まあ、試合出なきゃもうダメだと思ってたから、はい、レンタルで山形行って、はいはい、で、ガンバ契約残ってたから戻ろうとしたら、もう戦力として見てないから戻ってこなくていいって、戦力として見られてないから戻らなきゃいけない、もうどん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 なんか歯車が狂っていくのは分かった。からへえ、うわっ戦ってますね。運も実力のうちじゃないけど、はいはいはい、それすげえあるなとは思った現役時代。はいはい。いや、うまくなんかまとめてますね。すごいっすね。うん、まあ16年もできたからね。いやでも、まあ、それも本当すごいですけどね。で、最後、すいません、うん、もう終わっちゃうの？ずっと喋りますよ、僕延々回せでいや、引退してどんな気持ちだったかみたいな、後悔があったのかとか満足できたのかみたいな。後悔しかないよ。もっとあの時こうしとけばよかったとか、うん、こっち選んどけばよかったとか、はいはいはい、でも引退した時はそのシーズン誰よりも試合出てたのかな、一番で興奮の時ですか。そうそう、はいはい、トータル42試合中41試合ぐらい、40試合ぐらい出て、これで大丈夫だろうと思って、はい、そしたら普通に満了で、あ、そうなんですね。まあさすがに出てたから他のチームからはあるだろうと思ってたらJ3 のチームしかなくて、自分はまだやれると思ってたもん、はい、その客観的な自分への評価、はい、まあ、需要がなくなったのかなっていうのは思って、はい、まあ、ここはもう引き時だなっていう、まあ、あとはその引退後に自分が何したいかっていうのが
指導者がなかったから、はいはいはい、選択肢としてで、いろんなカテゴリー経験して伝えられると思うんだけど、はい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 、まあ、そこがなかったから、このまま多分ズルズルやってもただ給料落ちてって、はい、でサッカーにしがみついて、で何のためにサッカーやってんのかなみたいな感じになって、サッカー嫌いになりそうな気がしたから、そうはなりたくないなと思ったから、はいはい、まあ、今でもサッカー全然好きだし、あ、はい、満足できたサッカー人生ではなかったってことなんですかね。まあ、満足もできてたはできてたけどね。スタートが高校時代の無名っていうのを考えると、まあそう、まあ、すごい良かったのかなと思うし、はい、でもまあその中でもあの時なんであんなミスをしたんだっていう、でまあそれが結果監督の解任につながったりとか、はい、っていうのはやっぱいっぱいあったから、そういう後悔がすごいあるかな。へー、うん、全然話変わるんですけど、うん、お金良かったですか？そんなん俺水戸1年目なんて年俸180万円。あ、そうですね。うん、その時ね、公開しても。あ、別に言うてて。やばいやばい、貴重。1年目月15万。で、2年目、18万。はい。3年目20万。で、4年目30万。4年目でちょっとバッと上がった。そう。で、マリノス移籍して、最初700万ぐらいかな。ああ、はい。で、もう1年契約。で、あとはそこからもうほぼ倍々に増えてた。7年。いたから、まあ、バイバイ計算して、でも700万で次の年に1400万とか、次に2800万マジっすか。で、まあ、いろいろね、税金も引かれるし、で、まあ、あと勝利給プラス勝利給か、6000いかないぐらい、うん、でも逆に言うとそっからもう本当に落ちていったから、ああ、はいはい、夢あるな、トサルはまだまだはい、ということで最後お金のメンバーで聞いちゃってやっぱ夢あるわ、本当に。そう、でもそれはね、すごいね、松田さんが言ってたら、俺が車買おうと思った時に、はいはい、日産の車を買おうとしたら、はい、国産車乗ってる J リーガー見て誰が憧れんだよって、そういった意味でもね、リアルな金額とか、まあ、なかなか言えるもんじゃないけど、はいはい、サッカー選手を目指す子たちにはね、どんどん夢を与えなきゃいけないから、フィットサルも夢を与えなきゃ。いや、もうもちろんそれのために今やってますから本当にちょっとでもね、トサル選手でちょっと髪、あいつ金髪だけどかっこいいなとか目指したいなってなればね、いいっすね。いや、本当に今日はありました、ありがとうございます。できたら TMM チャンネル見てもらったら、はい、リルームちょっと何パーセントとか割引みたいなのあったら、いい、何がいい、初回だけ500円割引とかでもいいし、500円割引でこれいいっすか、はい、行きましょう。紹介者のところに書いてください、ちょっとカウンセリングして。ああ、そうですね。TMM のチャンネル見ましたって書いていただいたら、初回は500円割引。はい。ちょっとお願いします。いやー、ぜひ来てください。めちゃくちゃいいんで、本当に。すごい。はい。ぜひ、あの、最高の昼寝を楽しんでください。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。